朝倉直竹明治7年4月13日は、江戸時代後期の佐賀藩士、明治初期の軍人、通称は玉倉。天保13年、佐賀城下に佐賀藩士の家に生まれる。幼少より藩校行動官に学び特に兵学に優れた。母親戦争では、佐賀藩隊の軍艦付属や、小隊長として、大宇戦線で活躍している。また戦後は、 東京遊学を命じられ、昌平校に入った。明治4年に帰京すると同年は編成された佐賀藩平一番大隊長に任命され、さらに上京して、陸軍少佐を拝命し、兵部省に勤めたがほどなく、辞職した。その後上京していたが、政官論に伴う明治6年政変により、江藤新平、袖島種臣などが野に下ると、再度郷里の佐賀に戻った。 さらに中島定蔵や山田平蔵らと、政官事務所を設け同士を募り、佐賀政関党を結成、後に江藤を当主にいただき佐賀の乱に突入する。ほとんど偶発的に勃発してしまった佐賀の乱では佐賀軍政関党の参謀長を務め、佐賀上戦挙後に江藤新兵衛から迎撃作戦の立案を委任されたとされている。しかし戦闘では、 本体のいる主戦場とは遠く離れた三瀬峠に婦人使用道の任務についたため異論もある。三瀬峠では、小十十町の貧弱な武装と貨幣ながらも山岳地帯を生かした切り込み戦法で優先し、寄せ手の山田昭義少将に、ここの佐賀兵を指揮しているのは、おそらく朝倉直岳に違いないと言わしめた。その後、本体を率いる江藤が敗退し、 薩摩の西郷隆盛に助力を請うため佐賀を脱出したため、朝倉も部隊を六角甲府も二択して江藤の後を追い、薩摩へ向かうが一気にて捕らえられる。乱後の裁判にて斬首去年三十三墓は探し中の館の犬井通る院にあるが、ここには佐賀の乱で戦死した熊本鎮大兵の合葬碑もある。豪坦な無人肌の人物として知られており、 友人の徳久久志藩に対し、薩摩の桐野俊明について、もし桐野と自分が同数の兵力を持って戦ったら、自分が桐野の首を頂戴できる。と豪語した。また、東京で江藤新兵に面会した際に、佐賀で挙兵したら何人ぐらい集まるかと問われた。朝倉は、二個大体ぐらい集まると答えた。しかし、後で朝倉は、 実力では二個大体どころか、二個正体もないと語っている。このことが、後の江藤の判断を誤らせ、佐賀の乱の敗戦につながったとする意見も一部にある。ありがとうございます。